オグニーサイは、日本のプロボクサー。兵庫県赤尾市出身。元 IBF 世界、スーパーバンタム級王者。第40代オペブフ東洋太平洋、スーパーバンタム級王者。第38代日本スーパーバンタム級王者。神戸市長田区のバディボクシングジム一期生。父親がつけた愛称は、赤尾の流星。2013年5月23日より。 門江エビ宝石ボクシングジム所属。中学時代はバスケットボール部に所属。3年時に部活を引退した後、初めの一歩を読んだのがきっかけでアマチュアのアコーボクシングジムに通い、そこで高校時代まで中韓国明ラの指導を受けた。神戸第一高等学校3年時にインターハイバンタム級3位となる。卒業後はアシア大学に進学し、1.2年時に 全日本選手権で3位となった。井岡和と宮崎亮とは同い年で、近畿大会でしばしば顔を合わせ、アマチュア時代は宮崎に2勝1敗、高校時代の岩佐良介とは一度対戦して、負けている。その後、アマチュア時代から支持する高島譲が、バディジムを開設したのを機に、プロへの転向を決め、大学を中退。B 級プロテストを合格。 2009年11月8日、プロデビューを3回以勝利で飾る。プロ転校後は、フィリピンの名門、ALA ジムやメキシコのイグナシオベリスタインのもとへ、修行に出かけ、メキシコでは、フェイントの技術を学んだ。4戦目では、ノーランカーでありながら、WBC バンタム級9位のシュテファーヌ・ジャモエと、対戦交渉をしたが、ジャモエが、 亀田和樹との対戦を優先させたため、実現には至らなかった。デビュー6連勝後の2011年11月3日、神戸三望ホールで、ロリガスカが持つ、オペブフ東洋太平洋、スーパーバンタム級王座に挑戦。この時、小国は、オペブフ同級15位であり、試合前には、冒険マッチと囁かれていた。当初、小国陣営は、 過去に50回以上スパーリングをし、その度に苦戦させられていた、大橋博士生との対戦を希望していた。高島は、語れへんけど、ああいうタイプと一丁やっておいたら、ええ経験になると考えていたが、大橋が、ガスカに負け、200回以上、ガスカの映像を見たという高島は、小国の勝利を確信した。小国は試合1ヶ月前に、あばら軟骨骨折を負って、 スパーリングができず、ワンツーのシャドウを繰り返した。高島は、戦術的なプランの他に、もし倒されるんやったら、胸を押さえて倒れろ。そうなったら、俺が、言い訳大会を開いたる。安心しろと指令していた。試合のリング上では、全王者の大橋が、挑戦状を読み上げ、試合では小国が5回に2度ダウンを奪い、3から0の、判定勝ちで王座を獲得した。 2012年3月18日、大橋博士戦を相手に初防衛戦を敵地カリアのアイオイホールで行った。大座獲得以来、体感を強化しており、高島はわけわからん、相手より負けるなら大橋さんと考えていた。小国はきっと裁ききれない。逃げたらやられると考え、初回に右ストレートでダウンを奪うと試合を一方的に進めたが、7回に、 偶然のバッティングでカットした左目付近の傷が深くなったため9回に試合が停止され、負傷判定の結果、88から83が2者と88から84の3から0で、初防衛に成功した。2012年7月6日、アコーハーモニーホールで、日本スーパーバンタム級王座を返上した、セリコー、今日進むの挑戦を受けた。この試合前には、 スーパーフェザー級の世界ランカー、玉越強し平とスパーリングをした。小国は2回と5回にダウンを奪い、2回には、セリコーの反撃で腰が落ちかける場面もあったが、117から110、118から110、118から109の大差判定勝利で2度目の防衛に成功した。2012年11月18日。 神戸三望ホールで、元オペブフ東洋太平洋、スーパーバンタム級王者のロリガスカと対戦し、2から1の判定勝ちを収め1年ぶりの再戦を制しオペブフ、東洋太平洋、スーパーバンタム級王者の3度目の防衛に成功した。しかし、高島は、試合後、小国がスランプにあると見て、ボクシングが崩れているので、しばらく休ませると話した。 2013年3月10日、神戸三望ホールで、オペブフ東洋太平洋、スーパーバンタム級7位の脇信吾と対戦し、試合は、序盤から挑戦者がペースをつかみ2回にはダウンを、奪われる波乱の展開で制裁を欠いたまま試合が、進み8回までの途中採点でもポイントを大きく、リードされ逆転打を狙うが10回終了間際に、連打を浴びせられ、 この回のインターバルで、小国ジミエが危険を申し出たため試合がストップ。敗れた小国は、プロ初黒星を喫し無敗の王者を倒した。脇は番狂わせで、王座ダッシュを成し遂げた。小国に,には、当初から一度でも負けたらやめるとの決意があり、試合後に引退を表明した。2013年5月23日、角エビ宝石ボクシングジムに遺跡主現役を、続行することを発表した。 2013年10月5日、高楽園ホールで、日本スーパーバンタム級4位で、オペブフ東洋太平洋、スーパーバンタム級10位の岩崎祐希とノンタイトル8回戦を行い、3から0の判定勝ちを収め再起に成功した。2014年1月11日、高楽園ホールで、藤本祐希とノンタイトル10回戦を行い、8回1分20秒。 tk.o. 価値を収めた。2014年7月28日、高楽園ホールでこの日デビューしたライアンソー・タナチョウと、ノンタイトル10回戦を行い、4回2分26秒、tk.o. 価値を収めた。試合後に、ライアンソー・タナチョウは無気力試合をしたとして、小平均死ボクサーとなった。2014年12月6日、 大竹秀則の王座返上に伴い日本、スーパーバンタム級2位の石本康隆と、日本スーパーバンタム級王座決定戦を行い、初回に、小国が、ボディーブローをこう出し、2回に、石本が右を決め、3回から、両者の手数が増えて、ヒートアップすると4回に、小国が左右のボディーブローを印象づけ、5回に、石本の右で、 小国の左目尻をカットするなど攻守が入れ替わる。激戦となり5回終了時では、ジャッジ2人が48から47で小国を支持し、ジャッジ1人が48から47で石本を支持し、僅差で、小国が前半戦をリードして終えたが、後半戦になると石本が、ボディーブローやショートの連打で攻勢に出るものの、小国もしっかりと構戦し、中間距離や、 近距離での打撃戦とという展開となった両者とも最後まで自分がペースをつかめなくても相手にペースを作らせず手数では石本に負けていたが有効だとコーダで小国が競り勝ち3から0の判定勝ちを収め王座を獲得したこの試合に勝利したことが評価され小国は東日本ボクシング協会の2014年12月度の月間関東賞に選出された 2015年4月30日、高楽園ホールで、日本スーパーバンタム級1位の古橋だけなりと、対戦し、1から0の判定で引き分けたが、日本王座の初防衛に成功した。2016年11月1日、IBF は小国を、IBF 世界、スーパーバンタム級5位にランクインした。2016年12月31日、島津アリーナ京都で、 IBF 世界スーパーバンタム級王者のジョナサン・グスマンと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2017年9月13日、大阪府立体育会館で IBF 世界スーパーバンタム級3位の岩佐良介と対戦し、6回2分16秒、TKO 負けを喫し始発防衛に失敗。試合後に、 現役引退を表明した。2018年9月26日、角江美宝石ボクシングジムで記者会見を開き、現役復帰と12月1日、後楽園ホールのダイナミックグローブで復帰戦を行うことを発表した。また、4月に結婚し、8月には長男も生まれたことも明かされた。2018年12月1日、後楽園ホールで、 あれがユニアンと対戦し、4回2分25秒、TKO 勝ちを収め、再起戦を勝利で飾った。2019年5月8日、後楽園ホールで、IBF バンタム級5位のスックプラサードポンピタックと対戦し、10回3から0で判定勝ちを収めた。ありがとうございます。